破壊か再生か、その時何が起きるのか、誰もたどり着かなかった真実を今宵あなたにお見せします。いやー、翔平がね、大変なことになってますよね。ああ、桑原翔平ですけども、いや、水も甘いもの方いや、誰がわかんねん、これ。今年、ロサンゼルスのメジャーリーグの球団に移籍した彼なんですけど、今大変なことになっています。 彼の通訳を長らく務めていた男が突如解雇されたんですよね。で、理由が、この人物が違法賭博に関わっていたからっていう話なんですよ。彼がギャンブルが大好きだってことはめちゃくちゃ有名だったんですよね。アメリカ各地で、まあ合法的なギャンブルやってたんですけど、まあその中で違法なやつに手を染めてしまったと。問題は、この翔平さんの口座からお金が振り込まれていた。 ということが今大問題になっている。要するに彼は知っていたのかいなかったのかって話なんです。もしこの野球選手が知っていて違法口座に振り込んだのならこの人物自体も罰せられるのではと今 FBI も動いていて大変なことになっている。一応球団側はこの通訳の人が勝手に野球選手の口座からお金を引き出して入れた横領だってこと ししようとしてるんですけど果たしてそんなことできんのかなと一通訳が何で彼の口座からお金引き出せんねんっていう色々と辻褄が合わないことがあって今誠しやかに言われているのがこの通訳の人が、まあ、借金まみれになってしまったとでこの野球選手は通訳にめちゃめちゃ世話になってるからじゃあ僕が助けてあげるよと言って特に考えもなくお金を出してあげたとその結果出してあげたところが違法賭博だったんで このままでは野球選手にまでトガが及んでしまうんでこれ通訳が横領したことにしようぜってなってるんじゃないかって言われてますけどい,ろいろと闇深いですよね、まあ。出る日本人は打たれるっていう言葉がアメリカにはあるんです。 例えばバブル期にニューヨークの高層ビルを日本人がバリバリに買いまくった時もあの後どうなったかって話なんですよ今大谷選手はアメリカだけじゃなくて世界的にも超有名な野球選手になりましたけど野球ってあの国の魂なんですよもちろん今はバスケや NFL の方が人気あるけどでも野球って魂なわけその魂をまさか日本人に奪われるなんてよく思ってない人物がいてもおかしくないと 今回、確かに通訳の方が、まあ、ギャンブルにちょっとハマってしまったっていうのもあるんですけど、これちょっと、兵平ぶし。 クワバラしが行われていたんじゃないいや、ンテレをいや、もうやめてるけどね。誰がわかんねん、このくだままあ、いろいろとドインボーが渦巻いてんじゃないのか。そしてこの日本人つぶしっていうのが、実は2025年に繋がってくるっていう話なんです。うん、ちょっと余談ですけど、大谷選手の背番号って17じゃないですか。で、この17っていうのは、アメリカの闇の者たちにとって非常に重要なアルファベット。 Q という字と一緒なんです。実は彼が今引きずり下ろされようとしているのは、このいわゆるアルファベット17番目と闇の者たちとの戦いなんじゃないかって言われてるわけ。そして、日本人です。2025年7月5日に何かが起きるって、今このドインボー界隈、都市伝説界隈ではめちゃくちゃよく話されている話で、あなたも聞いたことあると思います。 ことの発端は、予言漫画、私が見た未来、たつきリ先生の漫画の中で、2025年7月5日、ちなみに時間まで判明してるんですけど、この時に、フィリピン沖で、竜が日本に北上してきて、大災害が起きるっていう、とんでもない予言をしてるんですよね。たつきリ先生は、2011年3月11日のあれも予言したということで、有名で、7月5日何か起きちゃうんじゃないのかと。でもこれ、たつきリ先生だけだったら、まあ、そんなこともあるのかなっていう話なんですけど、問題 いなここととががの7月5日に向向かかっっっててて今話が向かっていてると例えば、アメリカ先住民族のホピ族。彼らは、この2025年7月5日に、青い星が落ちてくるって言ってるんですよ。そして、この青い星っていうのは隕石だって言われてて、過去、恐竜が滅びた時の隕石。あの時の津波の高さ知ってますあれ、100メートル超えの津波が来たって言われてるんですよ。そんなんが来ちゃったら、これもちろん人類滅亡しちゃうわけです。そして、それに合わせるかのように、2022年、NASA は、小惑星に 何か物をぶつけて軌道を修正させるっていう実験に成功してるんですよね。なぜ2022年に NASA が軌道修正したのか。それは2025年にそれが地球に来ることは計算されていて、すでに動き始めているからと。このホピ族の予言とピタッとハマるわけです。そして、ウッチョ。 パスでおなじみの闇の絵本作家。ノブミンの話は怒られるぞ、このノブミンの持ちネタは体内記憶です、怒られるぞ、まあよくね、あの赤ちゃんとかが、母さんのお腹の中にいた時の記憶。 もしくはその生まれる前の記憶を持っているっていうのは聞いたことあると思うんですよ。こののぶみさんはこのことを絵本の題材にしてて、いろいろな体内記憶の話を彼は知ってるんですけど、その中で過去だけじゃなくて未来も見てきたっていう話なんですよ。で、その体内記憶で子供が言ってるのが、最近なんで少子化かっていう話なんです。これ出てきたがってないんだと。なぜなら流されちゃうから出たくないんだって言ってるらしいんですよ。で、土曜日のテレビが見れなくなるから嫌だって言ってるらしいんですよ。で この土曜日っていうのが実は2025年7月5日なんですよね。 まあこの体内記憶とかってね。まあ皆さんちょっとうさんくさいなーって思う人もいるかもしれないんですよ。でも、まあ一つね、すべてのものは記憶を持ったままずーっとこの地球上に漂ってるって話なんですよ。まあ、私たちって原子が繋がって分子になってそれがたくさん固まって人間を成してるじゃないですか。これすべての生物一緒で私たちって死んでもこの分子自体はなくならないんですよ。破壊されずに地球上にずーっと漂ってると。これ何が言いたいかっていうと私たちは常に過去の記憶。 未来の記憶をはらんでいる生物だって話。昔宗教者たちが瞑想によってなぜ宇宙の真理にたどり着けたのか。それは私たちの原始一つ一つがそれを知っていたからって話。そして体内記憶と呼ばれる子供たちが持ってる記憶っていうのは私たちの生まれる前、そして未来も 全てはらんだ記憶だと。だからこれ存在し得るって話なんですよ。そして時間の流れって私たちは過去から未来しか流れないって言われていますけど、宇宙時間で言うと未来、現在、過去っていうのは同時に存在するって言われてるんです。だから体内記憶でこの子供たちが未来のことを言っても全くおかしくはないんだよね のぶみー、お前話しかけた。この体内記憶を持った子供たちも7月5日がやばいって言って、そしてこれ全てを合わせると何かが起きてしまうかもしれないと。でもこれ実は人類が滅亡するっていうだけの情報じゃなくて、人類が次のステージに アセンンションすするるっていう話があるわけですよそしてそのキーワードとなっているのが縄文文明の再来なんですよ縄文人ってまあ石の声を聞けたというのはめちゃくちゃ有名な話なんですけど日本人って虫の声とか聞けるじゃないですかあれって実は縄文人の血が未だ受け継がれているからなんですよねでアーティストの正言さんがアフリカの村に行って ある長老から縄文人からのメッセージを伝えられてるんです。その時代が来るって言ってるんですよ。で、要するに日本人っていうのが覚醒すれば地球上にまた縄文文明が帰ってくると。そしてそれは物質やお金とかそういったものに囚われた社会からの脱却。これが進められるって話。だから日本人がまずこの 文明改革の中心地になるんです。でもこれをやらせたくない人たちが戦後から日本人の波動を下げさせるべく言葉を奪い、食べ物を奪い、そして近年はちくわを食べさせることによって体内にある縄文人の DNA、これすらも改変しようとしてるんです。そして大谷翔平選手。 彼は日本人の誇りですけど、そんな彼がアメリカの魂である野球のスターになるっていうのは革命なわけですよね。でもこれこのままだったら違う意味で日本人、世界が目覚めてしまう可能性があると。今回の一連の賭博問題はただの通訳の方のギャンブルの依存症の話ではないと。これ日本人が覚醒するか、地球が覚醒するかどうかの 話なんです。2025年7月5日に何が起きるのか。これ人類の滅亡でも地球の崩壊でもないと。次なるステージへの大人の階段登る。君はまだシンデレラさ。そういうことなんですよね。ノブミン話しかけんなお前。まあ、ということなんですけど。ただま、このね、7月5日問題についてはだいぶ先の話じゃないですか。まあ、あと30回ぐらい動画にするつもりなんで。 一旦忘れてもらっていいですかでもこれね、7月5日に絶対に起きることがある。もうこれは120%起きる話。いいですか ?2025 年7月5日は、大谷翔平さんが31回目の誕生日を迎えます。<laughs> そうだね。もう誕生日だもんね。さすが真実家。 ということで、ハロー YouTube、下根塚さんのニュースのネコカゃニ今日もね、どんぶか闇ニュースをお送りしました。いや、まあ、あ翔平といえば桑原ですから、福島にあるシレーナっていうイタリア料理屋でおフいしようかな。翔平の中で話題に。そうですね、川口警察署の壁アートと、 教会のロゴはよく似てるるる気がしこけるいけるそうですねが何にかかってるのかちょっとよくわかりませんけどもちなみにこのヨジョンちゃんの発信のリプライに PTA のロゴもですよさすが思想が強いヨジョンちゃんの X をみんなフォローしてあげてねってこと PTA のロゴもですようるせえ <laughs> I do you do